ラジオ高等。時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等。この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、船橋涼香です。本日はオリジナルラジオ番組を作ろう、中学生放送研究会小学生放送クラブをお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。ラジオ番組を自分たちで制作し放送する中学生放送研究会小学生放送クラブ。ラジオ番組の企画、取材、収録などを体験し、区政や町、そしてラジオへの興味を持ってもらおうという取り組みです。さて、今回は中学生放送研究会、第二南砂中学校長谷部ひなたさん、間宮ライラさんが制作した番組をお送りします。それでは早速お聞きください。第二南砂放送局スタートです。改めまして、こんにちは。第二南砂中学校2年生、間宮ライラと長谷部ひなたです。いきなりですが、ライラの趣味は何ですか？私の趣味はソフトテニスをすることです。ひなたの趣味は何ですか？ドラマと映画を見ることです。今回は2人の趣味と江東区のお気に入りの場所についてお話しします。早速江東区のお気に入りの場所を紹介していきます。最近真夏日が続いていますね。真夏日に食べたくなるものといえばかき氷。砂町銀座に呉服というかき氷の飲食店があります。ふわふわで見た目が可愛く写真映えします。6月29日から販売開始したブルーベリークリームチーズが美味しくておすすめです。他にもおすすめのうどん屋さんがあります。そこは梅村といい、塩うどんが人気で癖がない味なので、ぜひ行ってみてください。続いて7月8月におすすめのショッピングモール、ララポート豊洲です。映画館や米田コーヒー、中華料理店、洋服店などいろいろなお店があります。たくさんのお店で夏にぴったりなものが出ますね。例えば食べ物、夏に食べたくなるものといえば冷たいもの。食べ物だけではなく夏物の洋服などたくさん。このようにララポートでは夏を楽しむことができます。そういえばララポートにはたくさんの魅力がありますが、目の前に大きな公園があるということも魅力の一つですね。珍しい遊具があり、子供がとても多い公園なので家族で行くのもおすすめです。晴れた日に行くと景色がとても綺麗です。ぜひ行ってみてください。からは趣味についてお話します。私の趣味、ドラマと映画鑑賞について聞いてくれたらいいなと思います。鑑賞が好きといっても恋愛しか見ないのですが、私が見てきた中のおすすめをあらすじを含め複数紹介できたらいいなと思います。一つ目は、恋は続きをどこまでも、いわゆる恋続。上白石萌音が演じる高校生の桜七瀬は、初老の女性が目の前で意識を失い倒れるところに遭遇する。偶然通りかかった佐藤健が演じる医師天道海里がスピーディーに対処する。天道の姿に一目惚れした七瀬は彼に会いたい一心で看護師を目指すことを決意。その後、七瀬と天道の関係はどうなったのか。キュンキュンポイントは、外ではツンツンな天道先生が家の中になるとデレデレになるところがポイントです。2つ目は、いたずらなキス、いわゆるいたキス。矢作ほのかが演じる相原こと子が IQ200 の古川雄貴が演じる入江直樹に2年間片思いしていて告白をしたことかはあっさり振られてしまいますが、私的には嬉しい結末で終わりました。
コトコは入江に対してデレデレですが、入江はコトコに対してツンデレのところが面白いです。そしてシーズン1が大ヒットし、シーズン2も大ヒットしました。3つ目は恋煩いのエリ、恋エリ。思いを寄せるオミくんにまつわる妄想を SNS でつぶやくエリ。オミくんに急接近したエリーはオミくんの本性を知ると同時に本気で彼に恋をしていくラブストーリーです。胸キュンが止まらない映画となっています。4つ目は高橋文哉、桜田ひよりが主演の交換素日記。学校で人気の里山が書いたラブレターを見つけ、返事を書いたのぞみ。そのラブレターが親友のエリの宛てだったことが判明しつつも、のぞみと里山は交換日記を続けていく嘘から始まる本当の恋、青春ラブストーリーです。ではここからオフィシャルヒゲダディズムで I love。 次はライラの趣味です。ここからは私の趣味の一つで大好きなソフトテニスについて詳しいことをお話しします。皆さんは公式テニスとソフトテニスは同じテニスだけど全然違うということは知っていますか？どちらもそれぞれの面白さがあります。私は小学4年生からテニスを始めました。今ではソフトテニス部に入っています。それではお話しします。まずはルールからです。ルールは少し違います。公式テニスでは6ゲーム先取で、ソフトテニスでは総ゲーム数の過半数を先取、7ゲームあれば4ゲーム先取です。公式テニスは決められたゲーム数の先取が必要ですが、ソフトテニスでは総ゲーム数によって先取すべきゲーム数が変わります。次はラケットやボールの違いについてです。まずはラケットの違いについてお話しします。ソフトテニスのラケットは軽くて作りが薄くできています。公式テニスのラケットは重くて分厚くできています。次にボールの違いですが、その名の通りソフトテニスのボールはゴムのみで非常に軽いのが特徴です。公式テニスのボールはゴムとフェルトを使用し、固めかつ重くなっています。次にネットの違いです。コートでの一番の大きな違いはネット。ネットの高さは公式テニスは 91.4 センチで、ソフトテニスは107センチです。そして真ん中のセンターベルトの有無も違います。センターベルトは公式テニスのみで、ソフトテニスでは使いません。最後に打ち方の違いです。ソフトテニスはバックハンドを片手で打ちます。ボールがとても軽く飛びにくいので、より力を入れて打たないといけません。同じテニスでも全然違いますね。私がテニスをしていて嬉しいと思う瞬間はやっぱり勝った時です。私は部活で関東大会を目指しています。勝つために毎日練習に励んでいるので、これからも頑張りたいと思います。そしてテニスをやったことがない人はぜひやってみてほしいです。今まさにテニスに励んでいる人は頑張ってください。次は私が大好きな映画キングダムを紹介します。原作は漫画のこの映画ですが、この映画は今のところ1作から4作まであります。1作目は2019年4月19日、2作目は2022年7月15日、3作目は2023年7月23日、4作目は2024年7月12日に公開されました。キングダムは紀元前245年の春秋戦国時代の中、中華統一を目指す若き国王と天下の大将軍を目指す主人公の物語です。この映画に登場する俳優さん、女優さんを紹介します。主人公シンは山崎賢人さん、国王永世は吉沢亮さん、華陵天橋本環奈さん、王騎将軍大沢たかおさん、山の王楊端は長澤まさみさんです。4シーズンを通して出ています。キングダムはたくさんの俳優さん、女優さんが出ていて、漫画とはまた違う魅力と面白さがあります。見どころ満載で、キングダムを見たことがない人でもハマると思います。最新作のキングダムは絶賛公開中です。ぜひ見に行ってみてください。最後に私が一番心に残っているシリーズ2の主題歌をお送りします。ミスターチルドレンで生きろ。
ライヒナチャレンジルーム。このコーナーではライラとヒナタが原稿を読みにチャレンジします。まずはライラの挑戦です。江東区の子ども食堂。子ども食堂とは子どもが一人でも安心して行ける無料または定額の食堂です。一人でご飯を食べるときや家の人の帰りが遅いとき、子どもの居場所として温かいご飯を楽しく食べてもらえるよう活動しています。寄付やボランティア、その他運営にご支援いただける方は各食堂へお問い合わせください。子ども食堂の住所などは江東区のホームページをご覧ください。次は日向の挑戦です。江東区公式 SNS で区の魅力や行政情報を発信中。区では Facebook、X、LINE、YouTube の各公式 SNS を開設しています。区政情報や区内で行われた事業、イベントの様子などを紹介するほか、緊急情報の取得手段としても役立ちます。ぜひご活用ください。フォロー、いいね、チャンネル登録もお願いします。お問い合わせは広報広聴課広報係電話 3647-2299。 以上、ライヒナチャレンジルームでした。ここで担当の間宮ライラさんと長谷部ひなたさんに番組制作の感想をお聞きします。まず間宮さん、いかがでしたか？台本を1から10まで2人で考えて作るのがとても難しかったけど、はい、作ってその完成した台本をもとにこうやって収録するとやっぱり楽しかったです。はい、ありがとうございます。そのこう台本作って難しかったって今言ったじゃないですか。どこがこう具体的に難しかったですか？何を話すかとか、うん、はい、あとどこをどういう風に言うかとか、うん、はい、そういうのを決めるのが難しかったです、うん、ちゃんと2人でちゃんとできてましたもんね、相談も。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて長谷部さん、いかがでしたか？原稿作りは楽しかったんですけど、はい、そのリスナーさんに分かりやすく伝わるかを考えながら原稿を作るのがすごい難しかったです。難しかったですか？なんかここ結構面白かったなってこととかありますか？やっぱり自分の趣味を語れるところが楽しかったです、うん、はい。こう2人はいつも日頃関わりはあるんですか？はい、部活が一緒で話したりしてます、はい、うん、じゃあまあこうね、ずっと仲いいお二人ですけど、お互いの趣味をね今回やったじゃないですか。知ってました？キングダムが好きなのはちょっと耳にしたことあるんですけど、はいはいはい、耳にしたことある、はい。ちょっとそんな詳しくは知らなかったので、はい、ちょっと知れてよかったです。あ、よかったですか？これは新たな発見ですよね。新たな発見。マミヤさんどうですか？恋愛系の映画とか、うん、はい、そういうのを好きっていうのは知ってました。あ、知ってたんですね。この長谷部さんが紹介した4作品とか見たことありますか？1個だけ見たことがあって、うん、はいはいはい、でも全然知らない映画が出てきて、うん、はい、新しいことを知れてよかった。あ、そうですよね。じゃあ次2人で映画見に行っていただいてありがとうございます。あとは原稿読みしてもらったんですけど、そういうのは学校でしますか？普段するんですけど、はい、自主的にはしないです、うん、はいはいはい。あ、手挙げて読みたい人は読むみたいなのが授業で多いんですか？はい。あ、2人ともあんまりしないですか？しないです。あ、しないですか。じゃあ珍しい経験でしたよね。はい、うん、じゃあこれを機にあの手挙げてもらっていいですか？はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の2人の番組はどうでしたか？少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。今日の相手はライラとひなたでした。本日は中学生放送研究会をお送りしました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報、さまざまな街の話題をお伝えしますラジオ高等。そろそろお別れのお時間です。今後もどうぞお楽しみに。
本日もお聞きいただきありがとうございました。ラジオ高等では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。宛先は E メール info@885fm.jp info@885fm.jp。 あなたのメッセージお待ちしています。お相手は船橋涼香でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。